関東地方は朝晩と昼間の気温差が大きくなりそうです。石川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。現在の気温の状況ですけれども、はい、こちら関東はだんだんと気温は上がってきているでしょうか。そうですね、昨日と比べますと寒気は、後退していきまして、空気自体が暖かくなったということと、日差しが出てきたということで、はい、東京でもう10度を超えましたね、この時間になりまして、その他のところも暖かくなってきているとですね。はい、昨日よりも暖かくなりそうですか。そうですね、予想気温は12度ということで、昨日は10度に達しなかったところが多かったんですけれども、はい、今日は10度を超えるところが、関東地方多くなるということになります。はい、では詳しくアイコンでも見ていきましょう。はい、このようにですね、予想気温を見ていきますと、12度から13度というところで、昨日よりもですね、2度から3度、高いというところが多くなっていますね。はい、ただやはり夕方から夜は冷えていきそうでしょうか。そうですね、日が傾いていきますと一気に気温が下がっていきます。はい、こちらを見ていきますと、今日の夜の気温ですね、はい、5度、10度を下回るような、気温になってきますね。で、夜になればなるほどまた寒気入ってきますので、明日の朝になるともっと寒くなるということになります。はい、今日の夜はしっかりと防寒を行ってお過ごしください。